全国各地から NHK をぶっ壊す。平成30年の12月の17日16時02分であります。NHK から国民を守ると今48名を公認中ということになっております。13人の現職議員と48名の公認ということで、うまくいけばこれ今全部いくと61名ということで、相当大きな所帯になるんですが、今日ですね、新たに、前回の放送から比べると鎌ケ谷市というところが1人加わりました。千葉県の鎌ケ谷市から出た、この鎌ケ谷市の方は元習志野市議のことで前職です。もともと千葉県内の習志野市の市議会議員だったと、前回落選したと。本当はね、習志野市で出たかったようなんですが、もう習志野市には別の人がいるということで、1選挙区に1人しか公認しませんから、習志野じゃなくて鎌ケ谷市です。で、美味しいですよって言ってた八王子も決まりました。54歳かな、ファイナンシャルプランナーの方で会社経営されている男性ということで八王子市、そして所沢市も決まりました。名前がいいんですけどね、神谷君というね、神様の神に谷と書いて神谷君、所沢も決まりました。でこの3人が決まったんですがですね、ちょっと正確に人数を数えていったりとかすると、今48人の候補者であるということで今進んでますね。この48人の中には来月立候補予定の福岡県の福津市の人間と、そして3月に行われる東京都台東区の人間と、そして7月に行われる秦野市、ですね、神奈川県秦野市と同じく7月ですね、これ両方とも参議院選挙にかぶってくると思うんですが、7月に行われる厚木市で、12月の埼玉県の上尾市、この5つの選挙区、だから統一地方選挙前が2人と統一選挙後が3人というのも含まれております。ですから統一地方選挙では43人と、その前に2人挑戦しますが、ちょっと福津市は厳しいんですが、台東区はいけるんじゃないかということで、統一地方選挙の時には今の予定では14プラス43人か、というような陣営で、統一地方選挙戦えるのではないかという見込みを立てております。で、これからなんですが、いわゆるこの八王子市の方も今中野区にお住まいで、この鎌ケ谷市の方も今住まいが習志野市なので転居が伴います。この所沢市の方も今大田区なので転居が伴います。このように転居が伴う選挙のことを落下さん候補と言われるんですが、これの期日が迫っておりまして、1月の11日の金曜日までに転入届を出さないと自分に1票を入れることができません。で、最後の最後のリミットというのが1月の18日、正確に言うと1月の20日なんですが、区役所やってるのは1月の18日ということで、多分土日も受付では来れると思うんですが、余裕を見て1月の18日までに転入届ですね、今お住まいの市区町村に行って転出届を出して、で、新しく行く場所の転入届を1月の18日までに出さなきゃいけませんと、これがメリットですね。ということでもう時間がありません。でこの動画、お正月に多くの方がご覧いただけるとは思います。お正月休みですね。もしよし、なんとか出たい、この正月中に俺も選挙に出て立候補したいんだっていう方は、間に合うのかな、今ね、レオパレスとかそういう、なんていうんでしょうかね、短期のところもありますから、正月明け一気に探してですね、お正月が明けるのが、1月の、7日ですか、多分4日じゃなくて1月の7日が、多くの営業日になると思いますから、7日に物件を探して11日までに入る、あるいは7日に物件を探しても自分の1票は諦めて1月の18日に前でに入ると、1月の、正月の間に物件を立候補を固めて
7日に探して18日に入居するっていうことは僕は結構可能かなと思います。まあ単身で行けばいいだけのことなんで、家族ごとの引っ越しは大変ですけど、立候補する人が行くっていう分についてはあ行けるのかなと思いますから、まあまもなくこのね、お正月休みの間が NHK から国民を守る党から落下さんとして立候補したいという人の実質上の締め切りになるのかなと思います。で、それ以外のところで、まだ募集してて、落下さん今落下さんで美味しいと思われるのは、神奈川県の藤沢市、そして東京都、23区ね、1個実は余ってまして、中央区が余ってます。これ中央区出すの実は初めてなんですが、中央区ね、意外にこれは人がどんどん増えてきてて、高層マンションができてるところなんで、中央区実はおすすめです。で、関西でいうと高槻市、この3つが落下山で行ったとしても、まあそれなりに、美味しいところかなと。当選確率も高いし、議員報酬も高いところだということでおすすめであります。で、まあこの48人、ね、おかげさまでも48人も公認させていただくような大状態になりまして、大状態になりました。で、まあこの何だろうな、乗り換えというのも本当にお勧めできます。都民ファーストの会との戦い、まあこっちが一方的な戦いだと思ってるんですが、西東京市の選挙、都民ファースト900、候補者972票、 NHK から国民ファースト1337票ということで、なんと都民ファーストとの票がですね350票も上回っている、 1.37 倍都民ファーストにも取っているということで、都民ファーストの会から単独で立候補するよりも、例えば都民ファーストの会でね、2人公認を出すみたいなことになっているところもあろうかと思います。そういうところはですね、もう1人でも当選しないわけですよ、28人のところでね。そうするともし都民ファーストで2人公認を出すみたいなこと言われてたら、1人は NHK から国民を守る党に行った方がいいんじゃないかと思います。これもちろん維新の会もそれが言えます。まあ、大阪における維新の会は別ですけども、関東における維新の会の人気というのはもうグーッと押してきてますから、もし関東でね維新の会の公認として2人立候補するとか、まあ、1人でもそうなんですけど、まあ、NHK から国民を守る党から立候補した方が今は選挙の票は取れるんじゃないかなと思います。ただもちろんね、 NHK の被害者をお守りしようというその強い意志がなければダメですから、そこはね、ご理解をいただきたいと思います。で、この後ですね、どういうことをすることが選挙に勝てる方法であるのかということについてちょっと簡単に説明していきますと、ビラ配り、ビラ配りをまあしていただくということになるんですが、あれこれかね、こういう、まあ、ビラ、こっちは小さい A4 版で宮内が使ったものです。で、こっちが大きな A4 版で中村典子が使ったビラと。で、まあ、A4 版と A3 版ということで、まあまずですね、使い方としたら、 NHK から国民を守る党の最大の武器というのは駅前でのビラ &NHK 撃退シールの配布、これがですねものすごい力があります。こいつのパワーというのは恐ろしいものがあります。あの旗ですね、 NHK 撃退シールを配ってますという旗と女の子の声でですね、こちらは NHK から国民を守る党でございます、ただいま NHK 受信料を支払わない方法を書いたチラシと NHK 集金人が来なくなる NHK 撃退シールを無料でお配りしておりますので、黄色いジャンパーを着たスタッフよりお気軽に持ち帰りください、お受け取りくださいかな。あの女性の声、こう遠くまで届くわけですね。通常は政治活動のビラなんて受け取ってくれないんですけども、
NHK から国民を守る党のビラというのはこのシールと一緒に配りますので、これちょっとシールちなみに新しくなってます。2人目3人目が坂谷君と、そして町田の深澤さんが乗ってます。深澤博文を平文と間違ってちょっと、発注してしまったので、深澤さんごめんなさい、深澤君ごめんなさいね、というまあとにかくね、駅前でのビラと撃退シールの無料配布、これがものすごい効果があります。で、今維新の会の候補者が NHK から国民を守る党にどんどん、まあ、乗り換えてきてくれてます。で、まあ、元々みんなの党にいた人もこちらに乗り換えてくれていてですね、まあ、都民ファーストの会でビラを配った人も NHK から国民を守る党に、まあ、乗り換えてきてくれてると。で、皆さんその政治活動をしたことがある人がもう全員が口を揃えています。ビラの受け取りものすごいですね、半端ないですねと。何ですかこのね、政治ビラの履け方は。普通は政治のビラっていうのは命行く人を妨害をして受け取らせるという、こういう方法を取るっていうのが常套手段と言われてるんですね。できるだけ妨害をして、まあ、チラシを取ってどいてもらうみたいな、そういう配り方をしないと取ってくれないよっていう指示をするそうなんですが、 NHK から国民を守る党のビラは先ほど申し上げたように旗を立てて、で、NHK 撃退シールをお配りしていますというアナウンスをですね、エンドレステープで IC レコーダーで流しているとですね、勝手に取りに来てくれるわけです。で、恐ろしいことにこれも皆さん言いますけど、ありがとうございますって言われます。ビラを配ってありがとうございますと言われる政治ビラは初めてだということを、これ他党から来た人は口を揃えておっしゃいます。で、もう2つ加えるのがあって、もう1つは通り過ぎていった人が戻ってくるって言うんです。ビラを受け取らずに立ち去ってた人が、行った人が、NHK お金払わない人応援するってこう戻ってくるっていうのが驚き。ありがとうと言われること、ビラを配ってありがとうって言われること、通り過ぎていった人が U ターンして帰ってくるということ。で、3つ目が、もう1部もらっていいですか、5部もらっていいですか、10枚もらっていいですか、このチラシとシールを友達に配りたいということで、2枚、3枚、5枚、10枚もらっているということですね。あとね、もう1つね、これ一番嬉しいんですけどね、もう若くて綺麗な子が取りに来ます。もう絶対政治に関心がないだろうと思われるような若い女の子がやっぱり集金人からこう被害を受けてるので、一人で来たりとかね、一人でこそつきてちょっと集金なんかチャイム鳴らされて怖いんですよって来たりとか、2人3人の女性が来てね、いやもうちょっとそれ欲しいですってこう職場で困ってるんですとか、そういうね、おおよそ政治に関係のない有権者というか国民が取りに来てくれるっていうのがうちの良さなんです。ですからこのね、駅前でのビラとシールのこのセットの配布、これが NHK から国民を守る党で選挙で当選するための必須アイテムになります。で、1日他の陣営というのは、候補者というのは30分とかよくやっても1時間2時間で帰ります。なぜ1時間2時間で帰るのかっていうと、メンタル持たないんですよ。メンタルがどんなに必死にやっても1時間50枚とかその程度しか履けないで、なんか不安になってくるんですよね。ところが NHK から国民を守る党のこのチラシっていうのは、大きな駅だと1時間に200枚とか、500枚とか、例えば津田沼駅とかも人が多いところになると一人では絶対配れないんです。並びますからね。そういうことが起こりうるっていうか、そういうものですから、とにかく撃退シールというのをですね、駅前で配るということをできるだけ多くやる。今一番寒いんですよ。これ僕も4年前の船橋の市議会議員選挙のために船橋市の駅前で配り出したのが、船橋市内で配り出したのがちょうど4年前の12月です。12月の多分15日ぐらいからやり出したのかな。で、本格的に始めたのが1月の4日から、約4ヶ月、ね、1月の4日から4月の26日までこれ4ヶ月戦いました。延べね、僕ね700時間ぐらい経ったんじゃないかな。700時間、1日7時間ぐらいを100日やってやれと思ってやりました。100日ぐらいから700時間もやってない、それでも500時間はやったと思います。だいたい14時ぐらいから行って21時ぐらいまでやってました。
シールを一人でやってたんで、主に一人ですから、こうテーブルの上にこのカゴを置いて、ね、カゴの中にこれシールとチラシ入れてて、自分がちょっとトイレ行ったりとかコンビニ行ったりする間はね、もうほとんどでも立ってました。でもね、寒い中一人でそのチラシを配ってるとね、いろんな人から施しもらえます。もうあったかいコーヒー、ジュース、あのお茶、500円1000円という現金、ね、あったかい何かおにぎりとか、そういうのをねくれるんでね、本当ありがたいんですけども、まあとにかくね、駅前で愚直にビラを配り続けるっていうのが、これもうものすごい効果があります。で、例えば八王子市だったら八王子駅ですね、京王と JR があると思います。所沢は西武の所沢駅、もう一点集中でいいと思います。鎌ヶ谷は多分新鎌ヶ谷駅ですかね。あの大きな駅でもうね、ずっと配り続ければいいと思います。ただ100日もあればね、まだ1、2、3ね、100日以上ありますから、そういう意味ではちょっと小さい駅もちょこちょこっとやって、大きな駅を集中的にやる。まあ大きな駅という意味ではこのね、高槻市もそうだし、藤沢だったら JR の藤沢かな、中央区はまあここはね駅がないので、そのポスティング作戦になるんですけど、とにかく駅前でのビラッとシールの配布をするというだけで、相当票が伸びると思われます。だからこっち側は安くて強力です。経費がかからずに効果がでかい。このシールが1枚11円ぐらいで、ビラが A4 版で作っても、まあ、この A3 版ね、大きいので作ってもまあ7、8円、だからこのセットが20円ですから、大切に配ればいいです。20円のものを配りするので、欲しい人に配っていくということで、その代わりにね、よろしくお願いいたします、何があればいつでもお電話くださいということをしっかりと付け加えてお渡しをしていくと。もちろんですね、僕とのツーショット写真、今日も6時から候補者立候補予定者5人来るんですが、この2人の写真ですね。で、まあやることはもう簡単ですよね、候補者の写真、ここをね、これを変えることと、ここを自分の名前で、当該の選挙区ですね、でここは統一地方選挙であれば4月21日かというものをこう入れて、印刷するだけです。こんな感じですね。これも八千代市議会議員選挙は12月の16日が投票日ですと、まあ、こういうものを入れてですね、こんな感じでチラシを、まあ今ね、ここもうね、現職の議員がざーっとこう、今13名いますから、ここにもどんどん写真を入れれると思います。で、まあ僕のね、肩書きだけは、僕は大阪府知事選挙で出る予定で今動いてますので、立花の肩書きはもう、葛飾区議会議員というのは決して党代表っていうか、でもいいですし、党の、まあ党、総裁とのうちが使ってるんです。党首でも全然構わないです。まあそういうまずピッチラシをですね、できればもう駅前で受け取ってくれる人はもう A3 版でこの大きなバージョンでね、しっかりと読んでいただいて、よしこの人に決めた、納得して投票しようと思ってもらえるぐらいの僕は時間数、あとはねプロフィールなんかを入れていただければ最高かなと思っております。で、ポスティングの方なんですが、うちの政治活動っていうのはこの2つしかありません。まあ、あと車をね回らずにっていうのが街宣車を回すってなるんですが、それ3つ目ありますけど、あんまりね、これはまあそんなに僕は効果的だとは思わないので、このポスティングです。でポスティングはもう大きさはもう間違いなく A4 にしてください。この大きな A3 版ちょっと大きすぎます。で、A4 版をですね業者にお願いをしてダーッと入れてもらいます。候補者はポスティングは絶対にしないでください。しないでくださいとか、しない方がいいです。もう候補者はもう1分でも多く駅前に立つということですね。多くの人に見てもらうということに重きを置いてもらって、ポスティングはお金を払ってやるべきだと思います。で今ちょっと調べると、八王子だったら1件 4.5 円ぐらいですね。ですから、こういう、八王子で言うとね、1回やると 4.5 円かける20万世帯ぐらいあるんで、これの印刷代とか入れると、1回やると100万円以上するんですよね。で鎌ヶ谷だったらもちろんそれの3分の1とか4分の1なんで30万円ぐらいかな。所沢がちょうどそのもうちょっと倍ぐらいかな。このねポスティングはめっちゃ金かかります。これは駅前でのビラとシールは単価20円ですから、1枚配って20円なんですよ。で、まあ、もちろん欲しい人にしか配れませんから、
1日まあ配って、まあ、1000枚もいかないです、500枚配ると1日1万円です。これを100日やったら、ね、100日やると100日もできないと、50日やると、まあ、50万円ぐらいと、50万、まあ、なんぼですか、500枚かける50日で2万5000枚ぐらいですか。2万5000セット用意して50万円ぐらいです、費用がね。で、2万5000セット用意して絶対見てくれる人が取ってくれますから、これ嫌な人は取ってこないでね。でシールも渡せるということで非常に効率がいいんですね。2万5000人の人に、まあこのうち半分ぐらいは当該市じゃない人がいるでしょう。あの駅前にはね、その例えば八王子駅を使っている人の半分ぐらいしか八王子市民はいないでしょうから、まあ、まあ2万5000人ということは八王子市民に1万2500人ぐらいに配れて50万円。ただ立ち続けなきゃいけませんからね、そのメンタル、寒い中立つっていうそのメンタルは大変でも、もうものすごい効果がありますこのビラ配りっていうのはね、もちろん八王子だったら八王子、例えば姫路だったら姫路駅前、これものすごい効果があるということですね。で費用対効果は抜群なんで、これは絶対やるべきなんですが、このポスティング、これはね費用対効果で言えばもちろん駅前でのビラ配りよりも圧倒的に低いんですが、ただまさにこれは金の力です。これもお金の力。八王子でやろうとしたら150万円ぐらい1回かかります。100万円以上かかります。姫路市も1回やると100万円以上かかると思います。でも1年間の議員報酬が1000万が超えるわけですよ。そうするとね、仮に500万円使って仮にですよ、500万円使って当選しても4年間で4000万円の見返りがあるわけですね。まあ税金とか引かれますけど、しかもそれは4年じゃなくて下手したら8年とか12年とかできるということで、初期投資のこの500万円というのは仮に500万使ったとしてもそんなにむちゃくちゃな投資ではないと。まあ一種の選挙ってギャンブルですから、一種っていうか思いっきりギャンブルですから、自分が政治家になるんだ、じゃあそれを多くの人に自分の考えをしてほしいってなれば、やっぱりある程度のお金を使うっていうことで、うちの場合はこのお金があってポスティングするともう全然効果が違います。こういうのがですね、入ってくるとですね、あ、NHK なんだ、金払ってないぞって言ってみて、受信料払ってない人っていうのは首都圏とかは約半分払ってませんから、こんな政党があるんだ。しかもポスティングの良さはその市の人に直接アプローチできますから、駅前で配ると半分ぐらいはその当該市ではないんですけども、ポスティングの場合はそこにお住まいの方に直接アプローチができるというのがメリットです。ただまあ100枚入れて1枚見てくれるかなっていう程度です。でもこれね、うちの陣営はまだ NHK の問題って50人とかひょっとしたら何十人1人見てくれますけど、他の候補者なんかほとんど右から左ですから、もう名前と顔と書いてるだけでこんな知らんわってこう流されるんですけど、うちの場合は NHK で書いてるんで、受信料払ってる人も払ってない人も一回見てみようかってになるわけですね。だからポスティングの効果っていうのも他党と比べて、それは他党っていうのは例えば維新の会とか、都民ファーストとか立憲民主党と比べても見てくれる可能性はすごい高いということで、だからポスティングって大体1件配るのに5円ぐらいかな、業者使って印刷代が3円ぐらいとすると1件8円。であとは世帯のその市の世帯、人口の約半分が世帯数だと思ってください。ただ全部の世帯に入れられません。マンションなんかはもうお断りってもあるので、チラシを断りってもあるので、大体人口の3分の1ぐらいあると思ってください。ポスティングできる対象はかける1件大体安くて8円高ければ10円とぐらいの感じで計算をしてみてください。車に関してはあんまりおすすめはしません。で、田舎になるとこの駅前でのポスティング、あのビラ配りってできません。でドーナツ化現象といって都会もできないですね。今中学の物件今探しに、購入予定者の牧原君に物件探しに行くと言ってるんですが、これね、都会は逆にあまりにも地元の人が少なすぎて、駅前でビラを配っても無駄にはけてしまうだけで、その人にアプローチできないっていうのがありますから、
やっぱり都会になるとですね、ポスティングはこのまま構想します。もちろん田舎も構想するんですけどね、駅前に人が集まってこないところは。ところが、まあ、田舎に行けば行くほど人口密度が低くなるとポスティングの単価がガンと上がります。5円とかでやってくれません。で、都会というのはどうかというと、これがね 1.8 円とか ものすごい安くなるんですね。東京23区のポスティングっていうのは、いろんな業者がお寿司屋さんとか、まあ出前系だけじゃなくて仕事を探してるとかマッサージとかいろんなところがポスティングしますから、一軒あたりの単価が異常に安いんですよ。まとめて 5社ね、まとめて入れたりするんで。そのためにこの中央区なんかはどこの駅に行ってもまずメインの駅がありません。地下鉄は特に出口が4つとかありますから、1つの駅でどこで配ったら効果があるかってないんですよ。だから中央区とか千代田区とか港区とか、まあ目黒に新宿区渋谷区、こういうところはね、やっぱりポスティングの量で、勝負できるというのがあります。まあこんな感じでですね、うちの選挙というのは本当この2つをうまく組み合わせてやるということになってきます。特にね、一番うちが強いのは駅前でのビラ配りが強いですから、ここに人が集まってくる街が本当強いですね。で、それを検討して一番その人が、駅に集まってくる駅、そしてその人口と議席数でいうと一番当選しやすいのが船橋市っていうことになったので、僕は船橋から立候補しました。まあ、船橋市、隣の市川市、あと埼玉県の川口市、そして今残っているこの藤沢市であるとか、八王子市、大阪でいうとこの高槻なんかも結構いいと思うんですよ。姫路市とかね、でかいところの方がもちろん有利なんですね。うちの場合は全体に広がる、多くから平均的に取れるから。普通の候補者は町が全部あったとしても自分の地域って限られるんですよね。自分の活動できるエリアを固め制限されてしまうのでなかなか取れないんですけど、うちの場合はもう完全不動票ですから全体から取れますから、まず全体が大きいとかいいんですね。で、駅前に人が集まってくる、まあもうこの葛飾なんてもう最たる例で、この新小岩駅、そして葛飾駅と金町駅、こういうところにもう多くの人が集まってきますから、そういうところでビラを配ればいい。もう所沢もそうですし、川越市とか、まあいろんなところあります。で、車社会じゃないんで、関東は車社会じゃないと駅に来る人って電車に乗る人だけじゃなくて、駅前のスーパーに行く、駅前の美容室に行く、駅前の歯医者さんに行く、もう駅前には銀行もあるし、ありとあらゆる商業施設があるから、地元の人が電車に乗らなくても駅前に自転車とかでやってくるんですね。これ関東がそういう傾向が非常に強くて、関西に行っちゃうと高槻とか行くと、やっぱり駅前に人が集まってくるかって言ったら集まってくるんだけども、車に乗ってその駐車場が、大きな駐車場がある郊外のショッピングに出かけるということで、やっぱ関東の方がうちはさらに強いと。まあ、大阪は維新の会もありますから、不動票が維新の会に持っていかれるというのがあるので、やっぱり関東が強いんですけども、まあ今の勢いからすると、まあ、相当ですね、この NHK から国民守るとの公認に立候補すれば当選する確率は、まあ、どこで出ても4年前と比べたらもう全然雲泥の差だと思います。あとはね、もちろんやっぱり若い人候補者強いです。女性がまず強いです。で、女性でも20代30代前半、これめちゃくちゃ強いです。で、男性もやっぱり男前、もう最後は人気投票なんで、選挙男前美人はなんだかんだって強いです。で、やっぱり一番弱いのは50代60代のおじさんです。で、おじさんになってくると不動票っていうか、そのね、スケベ票見たらなかなか取れないんですけども、まあそうは言ってもですね、この今月ですね、この宮内俊もう50代ですね、真面目な人間であるんですけども50代で、富永裕二ももう49歳ですね。まあおっちゃんですよ。おっちゃんがやっぱり当選できるっていう、もう実績が残ってるんでね、この中村典子ね、まあ、やっぱり女性っていうのとおじさんっていうのではおじさんの方が厳しいんですが、それでもおじさんでもうちの党が公認したら当選してるという実績がもうありますから、とにかくね、この作戦を使って、やっていってほしいと。
思います。で、まあ、これプラスだともちろんね、この YouTube で各候補者の方が紹介していきますから、まあ、インターネットを使った政治活動、選挙運動ということができるかと思います。ということで、取り留めない話だったかも分かりませんが、こんな感じです。で、これからはですね、まあ、お正月超えると地元の人しかもう購入できませんので、1月のね、このリミット18日を超えてしまうと、例えば今空いてるところで美味しいと思うのは調布市、府中市、この今言ったように高槻市、藤沢市、中央区、この辺が、まあ、美味しいっちゃ美味しいので、18日を超えてしまうと、ただもうそこにもう住民ある人しか購入できませんの で、まだね、三鷹市、武蔵野市、国分寺市、もういっぱいありますよ。まだまだね、当選できそうなところっていうのがいっぱいあります。例えば浦安市ね、ディズニーランドなど、そんなところもありますから、購入欲しいという方は電話をいただきたいと思います。ただね、慌てて僕は党をですね大きくするとろくでもないと思ってますから、しっかりとですね、人を見極めていきたいと思います。今日も、まあ、2人ね、鎌ヶ谷市と八王子市は今日2人公認を出しましたけども、断っている人の方が多いです。これね、まあ、こんなこと言うのも、これ YouTube でこれ言うのもあれですけど、断られたから、1回断られたからって言ってそれで諦めるんだったらもうダメですよ。あえて1回断ってる人もいますから、1回断られてももし、もしやるぞっていう人じゃないとね、ダメだっていうのもあって、そういうのも実は面接で見させてもらってますから、やる気のある人はね、1回断られてもらえじゃんね、もう一回こうだっていうのが来ると思いますから、まあ、それを見させてもらっている状況です。長くなりましたが以上で終わります。全国の市区町村より NHK をぶっ壊す。